こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、知らないとやってしまう 99% 振られてしまう告白とはというお話をさせていただきたいと思います。で、告白ってやっぱり勇気いりますよね。で、振られたら傷つくと思いますし、だからこそそのうまくいく方法を知って、それが確実だと思わないとなかなか告白できないっていう人もすごく多くいると思います。その気持ちはすごくわかるんですけれども、でもそれなのに自ら振られてしまうような告白をしてしまうっていう人が、私の生徒さんもそうだし、私に質問してくる人もそうなんですけども、あまりにも多くて超もったいないんですよね。だからこそ今日ね、恋愛怖くならないように、ちゃんと告白をうまくスムーズにできて、そして OK をもらえるように、知らないとやってしまう 99% 振られてしまう告白とはというお話を今日させていただきたいと思います。はい、ではですね、この動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。そして概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちら無料で5つのモテる動画をプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では一体どういう告白をしてしまったら NG になってしまうかというと、それは第3位から3つお話をさせていただきたいと思います。はい、では3位はですね、彼氏がいる人に告白をしてしまうっていうところですね。で、私本当に何回も言ってるんですけれども、自分が誰かを好きになってしまった場合、多くの男性っていうのはとっても純粋なので、まるで自分とその好きな女性との世界しかないように感じてしまう人が多いんですね。何が言いたいかというと、あなたがね、誰かが好きいいなって思う女性っていうのは、もしかしたら彼氏がいるかもしれないっていうことをちゃんと確認せずに、自分の気持ちだけで相手に告白をしてしまうことがすごく多かったりします。なので、相手に彼氏がいて告白したって絶対振られるじゃないですか。それってそこに地雷あるよって言われてるのに、自らこう踏みに行ってるのと同じことなんですよね。なのですごくもったいないわけですよ。だから何度も何度も言うけれども、告白をする前にまずステップを踏んでください。相手に彼氏がいるかいないか聞くっていうのはもう基礎中の基礎中の基礎中の基礎ですので、絶対に聞くこと。これ聞いたら嫌われるかもしれないとか思う人いるかもしれないですけど、あと彼氏がいたらショックって思う人いるかもしれないですけど、振られる方がショックですからね。なのでちゃんと事前に相手に彼氏がいるかどうかっていうのは絶対に確認をしてください。彼氏がいる人にね、告白をしたところで絶対 OK もらえないんでね。で、二股になっちゃいますから。なので、ぜひね、ちゃんと彼氏がいることを聞くことっていうのを忘れないようにしてください。彼氏がいる人に告白したら、振られます。はい。そして、第2位はですね、道端とか、あとは改札とかで告白をするということです。で、なんでこれがダメかというと、例えばもう歩いている最中にいきなり付き合ってくださいって言われたところで、なんかムードも何もないじゃないですか。で、男性で、ね、結構多くの男性がやっぱりこう準備はしたけど、お店で告白をしようとしたけど、なんかこうタイミングを逃してしまって、だからでも今日言うって決めているから、どこで言おう、もう着いちゃう、駅にバイバイしなくちゃいけなくなっちゃう、さてどうしようって思って歩きながら告白をしてしまう人とかいるんですよね。例えばそれが夜景の見える綺麗な場所だったりとか、そういう場所で告白をするんだったら別に歩いていようが全然 OK なんですけれども、単純に
だ道端で告白をされても女性にはあまり響かないんですよね。女性って結構告白というものをとっても大切にしてるんですよ。で、告白をされて自分が素敵だなって思う人から告白をされたら女性もすごく嬉しいわけですよね。だからこそちゃんと自分のことを思ってくれている人とお付き合いをしたいなっていうふうに女性も思っています。だからこそ歩きながらってなんか女性からすると行き当たりばったりでなんかこう勢いで告白をしてきちゃったのかなっていうふうに思うんですよ。女性は守られたい、大事にされたい、安心安全を感じたいって思う生き物なので、そんな行き当たりばったりみたいな思いつきで告白するぐらいにしか好きじゃないのっていう風に捉えてしまうんですね。ごめんなさい。だから、ちゃんとね、あなたのことを告白するのにちゃんと考えて、それでちゃんと思って告白をしましたよっていう演じが、ね、演出が必要なんですよ。その演出さえしてくれれば女性はすごく喜ぶし、ね、あなたが自分のことをめちゃくちゃ考えてくれてたんだな、ちょっと迷ってたけど好きかもみたいな風にその場でも気持ちが盛り上がって OK してくれる場合って実はあるんですよ。逆にどっちかな、付き合おうかな、どうしようかなって悩んでる時に歩きながらね告白をされてしまったら、あ、なんか全然大事にされてないかも、ショック、あ、やっぱり付き合うのやめておこうみたいな風に思われちゃったりする場合があるんですよね。だからこそ行き当たりばったりのねこう道端告白みたいのは絶対に絶対にやめてください。はい。そして第1位、これ超あるから気をつけて、超あるから気をつけてくださいね。第1位は LINE で告白するってことです。全然気持ちが伝わりません。例えばどうしても会えないとか、なんか遠距離すぎるとか、そういう場合は、まあ、致し方ない部分はあるけれども、それでも会いに来てくれて告白を実際にされた方が嬉しかったりするし、気持ちは伝わるわけですよね。文字に書いて送信する方が正直楽じゃないですか。女性もそれは分かってます。だからその言いにくいちょっと勇気のある告白というものを実際に言葉で伝えてくれる。で、言葉で伝えるとやっぱり熱量が伝わるじゃないですか。熱量が、僕は君のことがすごくいいと思っていて好きだから付き合ってくださいっていう風に真剣に相手の目を見て本当に好きだから付き合ってねっていうのと、で、文字に書いてね、もしかしたら絶対ないけど誰が書いてもわかんないじゃないですか、それってあの文字だから。それを定型文のようにピッて送られたところで女性の気持ちは全然響かないわけですよね。私も何度もね、あの LINE で告白されたことありますけど全然伝わらない。私の周りのね女性もよく言ってます、全然伝わらない。で、要は言葉で言って振られてしまったら嫌だ、まあ、恥ずかしいとかあると思います。で、だからこそ LINE で言ってしまえば LINE で片付けられるし、自分のかっこよくない姿を相手に見せなくて済むとか、で、その場でもうこもれるとか、ね、辛いってできるとか、そういうのもあると思うんですけれども、わかりますよ、とってもわかるんだけれども、そこはとっても大事な場所。告白ってやっぱり付き合うかどうかの一番のこうピークポイントなわけじゃないですか。で、皆さんの目標っていうのはまずは好きな女性とお付き合いをするっていう、その一大イベントをその文字でやるっていうのは絶対にダメです。で、付き合ってもいいかなってたとえ女性が思ってたとしても、あ、こういう大切なことを口で伝えないで文字で伝える人なんだ、なんか信用できないなっていうふうに思われかねないです。超もったいないので、それは本当にあなたがね告白をしようって、大好きだから付き合いたいって思った人には口で伝えること、会って伝えること、電話も弱いです。電話も、まあ本当にしょうがない場合はしょうがないですけどね、会えないとか。でも基本的にはそういう大切なことっていうのは女性は絶対に口で伝えてほしいって思ってるんですね。なのでぜひね LINE では絶対
に告白しない、 LINE で告白するくらいだったらもう会った時に告白をしてください。でどうしても聞いてほしいことがあるから時間取ってもらえませんかとかも全然言って OK なので、ちゃんと口で伝えれば女性にも響きます。響いたら付き合える可能性って格段に上がるんですけど、逆にその楽に済まされたっていう感覚を女性が感じてしまうと、あ、なんかこの人私のこと大して好きじゃないんだろうな、ふーんみたいな感じに思われちゃいまして、もったいないので、ぜひ LINE じゃなくて口で、ちゃんと口で回すでちゃんと、告白をすることをしてみてください。はい、はい、ではおさらいします。まず3位ですね、 NG は3位ね、 NG3 位、3位は彼氏がやる人に告白しても振られちゃいます。そして2位は道端とか駅の改札で告白しても振られる可能性が高いです。そして第1位、もう絶対やんないで、 LINE で告白するなんてもう絶対ダメ、絶対やんないでください。ちゃんとあなたの思いを伝える、これができると本当に人生の上でやってよかったって思う日が絶対来ると思いますので、あなたの素直な正直な好きな気持ちを伝えることをやってみてください。こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、 OK 確率爆上がりのデートの誘い方というお話をさせていただきたいと思います。はい、デートに誘うのって本当に勇気いると思うんですよ。やっぱりこうね、お断りされたらどうしようかなっていろいろ思ったりとか、なんか自分が誘ってもいいのかなって思ったりとか、でも世の中の女性っていうのはあなたのお誘いを待ってるんです。お誘いをされたらめちゃくちゃ嬉しいんですよね。やっぱりこうマッチングしてるとか、マッチングアプリでマッチングをしてるとか、そういう状況下であれば嫌だね、誘われて嫌だってことはないと思うんですよ。で、誘われてたらもう単純に嬉しいなっていうふうに女性は思っています。なんだけれども、例えば、まあせっかくマッチングアプリでマッチングしていても、なかなかお誘いをする勇気が出ないとか、で私のね、講座の生徒さんもそうなんですけども、全然誘わない人とかいるんですよ。っていうかマッチングしていてメッセージのやり取りそんなにたくさんしてるんだったら誘わないと女性の気持ち冷めちゃうよって言ってるんですけど、本当にそうなんですよ。女性もデートに誘ってほしいって思ってるんですね。なんだけどなかなか誘ってこない男性って何を目的にしてるのかなって思ってきちゃったりするんですよね。で本当にこう、ね、メッセージのやり取り の友達が欲しくてマッチングアプリやってるわけじゃないんだから、こんなにお誘いされないんだったらちょだんだんちょっと面倒くさくなってきたなみたいな風に思われちゃう時ってめちゃくちゃあるんですよ。それって超もったいないんですね。であの時誘ってくれれば結構良かったのにみたいなのもあったりするんですよね。であなたがメッセージだけでうかうかしている間に他の男性が参入してきてその女性を取られてしまう可能性もあるわけですよ。だからこそ本当にあなたの一歩ね、一歩勇気を出して、それが、お付き合いとか幸せの結婚とかそれにつながっていきますので、その一歩の勇気を私は出していただきたい。だけどやっぱり OK のね確率が上がれば嬉しいし、お誘いもしやすいと思いますので、今日はその内容をお話しさせていただきたいと思います。そしてじゃあデート OK をもらうためにはステップがあります。デートにお誘いするステップ、このステップっていうのを間違えてしまうと、せっかくいい感じになっててもデートお断りをされてしまう場合がありますので、このステップっていうのはしっかり踏んでいただければと思います。ステップは全部で6つあります。なので1つ目からお話をさせていただきたいと思います。まず1つ目はですね、何々ちゃんっていつもどのあたりでお食事をすることが多いのっていう風に聞いてあげてください。どのあたりで食事をするのことが多いかを聞いてあげてください。そして2つ目、ステップ2、ステップ
2は好きな食べ物を聞いてあげてください。返信が来たら、じゃあどういう食べ物が好きだったりするみたいな感じで、好きな食べ物を聞いてあげてください。そして、どこで食事をしているのか、そして好きな食べ物を聞いたらステップ3、例えばその好きな食べ物がパスタですって言ったとしたら、じゃあどのあたりっていうのが、じゃあ東京だとしますよね。東京駅が多い、そして、パスタが好きっていう情報を得たとしたら、ステップ3で、あ、東京駅の近くでパスタがすごく美味しいお店があるんだけど、ぜひ何々ちゃんに食べていただきたい、招待させてね、ぜひ一緒にお食事行きませんかっていう風に誘ってください。もうこの時点で。で、なんでこれがいいかというと、自分が食事をいつもしている場所で自分が好きなもので美味しいお店があって、そして招待してくれるって言われたらノーって言えないんですよ。だって自分はね、よく東京駅あたりでご飯食べてます、でパスタが好きです、でパスタの美味しいお店あるからぜひ、ね、何々ちゃんに食べてもらいたい、でご招待させていただきたいのでご一緒しませんかって言われたら嫌ですって言えないですよね。だってね、東京駅行くしパスタ好きだし断る理由がないんですよ。なのでここでもお誘いをしちゃう。そうすると相手は断りにくいから、これでいいんですよ。断りにくくてね、そんな断りにくい状態で食べに行かれてもなんか悪い気がするとか思わなくていいです。まず食事に行かない限りは告白も何もへってくれもないので、とりあえずまず第一ステップはお誘いをしてお食事に行くことなんですよね。その後は会話とか自分の力量をね、付き合える付き合えないっていうのは関わってきますけど、まず食事に行かない限りはもう何にも始まらないです。中学校や高校生の恋愛であればお二人でね、食事を行かなくても付き合えるってあるかもしれないけど、大人になって食事にも行かないで付き合う可能性はゼロです。ほぼ 0% だと思ってください。なのでまず食事に誘うっていうのは絶対に必要です。そして、まずここ行きませんかって言って向こうから OK もらったら、もう日にち決まってなくてもとりあえず嬉しいって喜んでください。嬉しい、ありがとうございますっていう風に、何々ちゃんとご飯食べに行けると嬉しいって言ってあげる。で、嬉しいって言われると、人って返報性の法則っていうんですけれども、何かありがとうをもらった時に自分も返さなきゃって思うんですね。喜んで自分とお食事に行ってことに対して喜んでくれている人を裏切るのってなかなかできにくくなるんですよ。要は断られにくくなります。断られにくくなりますので、嬉しいという言葉を相手が、あ、じゃあぜひとか言われた時にちゃんと言うこと、喜ぶっていうことを絶対に忘れないでやってください。そしてステップ5ですね。ステップ5、そしたら嬉しいって言った後に、何々ちゃんとご飯行けるの嬉しいって言った後に、ちなみに平日と土日だったらどっちが暇、どっちが比較的いい、空いているっていう風に聞いてあげてください。で、ここでポイントなのが、平日と土日どちらが比較的空いていることが多いっていう風に聞いてあげてください。多くの人が、まあ、平日休みなのか土日休みなのかどっちかだと思うんですよね。それか、まあ、シフト制っていう人もいるかと思うんですけど、まあ、シフト制だったら基本的に平日の方が多かったりとかしますよね。そうやって、こっちかこっち、どっちがいいですかって聞かれると、人ってどちらかを選択しやすいんですよね。だから要は断られにくい、これ二者択一法って言うんですけれども、二者択一法でご提案をすると相手はどちらかを選ぶ、要は平日か土日を選ぶということですよね。なのでその平日って言ったら、じゃあその日程を平日で決めていく、じゃあ平日ね、来週の平日だったら、何日とか何日はどうですかみたいな感じでまた二者択一で聞く。で、そうやってこう選択肢を絞めていくことをすると、相手が断りにくいし、ドタキャンもされにくいっていう、そのステップ流れっていうのを作ることができます。なのでおさらいしますね。ステップ6ですよ。じゃあまずステップ1、ステップ1ではどのあたりで食事をしているのかを聞く、ね、いつもどのあたりで食事をしているのかを聞く。そしてステップ2、好きな食べ物を聞く。そしてステップ3、ここでお誘いです、ね、よく食べている場所のあなたが好きな食べ物のお店を
知っているんだけれども、ぜひお招待させてください、一緒にお食事行きませんかって言って誘う。そしてステップ4、相手が OK くれたら喜ぶ。そして喜んだ後に二者択一法、平日と土日どっちがいいっていう風に聞いて、その後ステップ6で細かい日にちを決めるっていう、この流れをやっていただければ、もうお誘いしても絶対ね OK をいただけるような流れになってますので、これぜひ活用してみてください。でここでちょっと疑問に思うことがあると思うんですけれども、もしその相手の女性がじゃあ東京駅のパスタっていう風に言ったとしますよね。でも自分東京駅の美味しいパスタ屋さん知らないって思ったとしますよね。いいんですよ、知らなくて。その時点でそれは嘘も方便なので、その時点で知らなくても調べてください。その時点で調べていただいて、それでこう評価を見るなり、あとはまあ友達に聞くなりして、そこのお店、美味しいパスタのお店を後付けで調べてください。で例えば女性の方からなんていうお店ですかっていう風に聞かれたら、あ、今ちょっとど忘れしちゃって、なんかお家にあるメモかなんかに書いてあるんで、後でなんかお伝えしますね、みたいな感じで流す。そしてバーって調べて、そこを送る。みたいな感じでやるといいと思います。ね、素敵な女性を落とすためには、このステップ、ね、踏んでいただいて、あなたとお付き合いできたり、あなたとお食事に行けた女性は絶対幸せだと思いますので、最初はね、そのステップ組んで、女性を誘っていただいて、あなたが素敵なデートをできることをとても、願っております。はい。で概要欄から LINE のお友達、メッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。はい、ぜひお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。